ヴィンテージ古着っていうのが多分もっと今よりも敷居が高かった時で、なんかそのお前みたいなやつが見に行くんじゃねえよみたいななんか時代だったと思うんですよ多分。やっぱデッドストックのジーンズがあの時に4000本、はい、あったんですけど、ベルベル人の藤原です。今日はちょっとスペシャル対談という形で、僕のもう20年以上のお付き合いしている先輩の小木さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも2人はいつ頃からお知り合いなんですか？初めてどこでどう出会ったのかっていうのははっきり覚えてないんですけど2000年代頭に、ユナイテッドアローズ、まあ、僕が前職のユナイテッドアローズで働いてる時に、はい、ブルーレーベルジェネラルストアっていうのが原宿にあって、はい、それがもう本当ベルベル人の斜め向かいだったんですよ、はい。その時僕はまだ社員なりたてかアルバイトだったか、もう本当にそんな時 で販売員をやってて、はい、昼休みとかってもうみんな疲れちゃって、寝てる人がいたり、あとはその先輩と一緒にこうランチに行ったりとか、はい、僕はもうそのランチ行くお金もなくて、その先輩と一緒にランチ行くとやっぱりその1000円以上かかったりするんで、そんなのもう絶対払えないっていう感じでしかもそのやっぱりその昼休憩って自分たち その休みの日以外に洋服を見る、その自分たちのお店じゃない外の洋服を見る唯一のチャンスでもあったので、僕はもうその1時間をもうフルでこうその近隣のショップを毎回回ってたんですよね。はい、だから先輩にはすごいあいつはなんかこう俺に全然付き合わねえしなんか生意気だみたいな感じで多分思われちゃってたと思うんですけど、でよくやっぱベルベル人に行って古着欲しいけど、やっぱその、まあ、安いものももちろんあったんですけど、それすらもやっぱり買えないぐらいの感じだったんで、でもそれでもなんかその豊君はその毎回その丁寧にこう説明してくれたりとか、なんかそういうことがなんか多かったんですかね。僕23歳とかそうですねぐらいだと思います。当時はなんか何がやってたとかってあるんですか？うちはオープンの時がやはり自分の先輩の浅見さんっていう、はい、あの方がいたので、ちょっとあの当時まだ、まあ、70年代とかちょっとこう結構派手めな総柄の T シャツとか、うち的にはその、ヴィンテージの、まあ、デニム類は地下に置いてたんですけど、1階にやっぱりそのちょっと変わったレギュラーで、あの今のあそこのトンちゃんにオープンした時は本当どこの古着屋よりも安く行こうっていうのがあったので、今でも覚えてるのはリバースイーブは3800円で、リーバイスの519のコーデュロイパンツは2800円だったんです。なのであの近くのセレクトショップさんの方々とかはやっぱり入荷日になるといつも来てくれてとか。小木さん的にはベルベル人とお店自体はなんかどういうお店みたいなイメージとかあったんですか？当時認識として安いとかいいものがあるとか、なんかヴィンテージがとかいろいろあると思うんですけど、まあ、90年代後半から2000年代前半って多分ブーンとかすごい盛り上がっていて、ストリートスナップみたいなものがそのブーンで毎回あって、その販売員だったりなんかそういった人たちになんかそのちょっとこうスポットライトが当たってたような時期で、でやっぱりそういう人たちの着こなしってなんかそのリーバイスの519とか、あとなんだっけピケの911B とか、はい、そういうのとかK とかなんか、なんかそういうものにビルケン合わせたりリバースウィーブ着て、上にそのなんかムーンストーンのパーカー着てみたいなのとか、なんかそういう時代だったので、結構いろんなショップがそういうコーデュロイのパンツだったりは揃えていて、ただなんかやっぱりそのそうじゃない、まあ、今に続くその、スペシャルヴィンテージとそういうこうレギュラー古着って呼ばれてるものがなんかその同居していて、ヴィンテージ古着っていうのが多分もっと今よりも敷居が高かった時で、なんかそのお前みたいなやつが見に行くんじゃねえよみたいななんか時代だったと思うんですよ多分。その頃ってセレクトショップもカジュアルの売り場とそのドレスウェアの売り場がやっぱり分かれていて、やっぱりそのカジュアルの人たちがドレスウェアに行くともうそのお前たちが来る場所じゃないっていう、もうその
なんですかね、そういう空気感がこうもろにあった時代で、なんかそのレギュラー古着も見に行くんですけど、その同じ目線だったり同じような姿勢でヴィンテージ古着も板倉君がなんかそのこう説明してくれたんで、それがやっぱり僕は楽しくて、あの多分毎回行っても買わないんで面倒くさい人だったと思うんですけど、なんかそのすごいそれをなんか優しく教えてくれたというか、小木さん的にはヴィンテージそもそもこう目覚めたって古着に目覚めたきっかけは何だったんですか、最初は一番最初に。やっぱりでもブームじゃないですかね、雑誌を見て。あの僕がまだその、20歳の時にその東京に出てきたんですけど、まだ東京に出てくる前、その地元の札幌で、あのブーンとかを見て、そうですね、あとはその札幌に古着屋さんも結構多かったので、なんかそういう人たちがなんかこうバイクに乗って、なんかこうレッドウィング履いてみたいな、なんかそのかっこいい先輩はやっぱりその古着を着てたっていうのは、なんかこう多分その時代みんなそうだったと思うんですけど、なんか雑誌からのその得た知識と、あとはそのやっぱり地元にいた先輩の古着をこうかっこよく着こなしてるみたいな、なんかその男だったら古着ちゃんと分かってないとダメでしょみたいな空気感はなんか当時あったかもしれないですね、それでは小木さんから見てそのヴィンテージデニム の, あの魅力ってどんなところにあると思いますか。まあ、今現在その流行ってるファッションだったりをこうやっぱりいち早くキャッチして世の中にご紹介させていただくっていう仕事をメインにやっていて、やっぱりそのもういろんな情報がやっぱりありふれてますし、そのリーバイスのデニム一つとってもいろんな別注だったりいろんなモデルが世界中にあるじゃないですか。多分その選択肢が多ければ多いほどそのオリジナルを求めるというか、多分その人と差をつけたい人はもう本物をやっぱりその欲しがる傾向っていうのはなんかより強くなってるんじゃないかなっていうのは思いますよね。で、ヴィンテージデニムの価値も、価値というか注目度も上がってくるというふうにファッションの中で思われてるっていう感じですか。絶対数がもう少なくなってるので、高くなってしまうのはもうしょうがないですよね。まあ、それはもうデニムだけに限らず時計だったり車だったりいろんなあの業種に言えることだと思うんですけど、ベルジンと一緒だと思って嬉しいですね。豊川君の素晴らしいところって、はい、コレクターの気持ちを大切にしながら、はい、そのファッションとしての提案もちゃんとしてくれるところだと思うんですよ、それってやっぱりなかなかいなくて、